武豊騎手、本日2勝。函館2レース、カンバーランドは完勝でしたね。さすがの逃げで、好スタートから、まあ、予想通り、長野武蔵騎手のエリカポラリスがやっぱり競ってきたんですけども、直線も譲らず先頭でゴールインと。そして5レースのラパンチュールは、後位からの競馬でしたが、結局前の馬を捉えきれずに後ろからも刺されるという競馬になってしまいましたね。6レースのアークドールは6着でした。やっぱちょっと前走の距離の方が良かったんじゃないかなと思いますね。全然距離がやっぱり足りない印象でしたね。7レースのゴールドサーベルはさすがの競馬でしたね。かなり余裕のある勝ちっぷりで、これは上に行っても楽しみだなと思いましたね。馬券を買ってゴールドサーベルとレイニングキャットのワイドで、ワイド1点だけだったんですけど、レイニングキャットは直線前が壁になってね、7頭立てで前が壁になって追われるところなく終わってしまいましたね。あとね、北のルメール何やってんだろうなと思うんですけど。そして9レースダミエ、まあ、これはまあ、ちょっと濃い後ろからの競馬だったんですが、直線はじりじりと伸びてはきたものの、まあ、最終的にやっぱこの馬はやっぱ前に行った方が良かったような感じはしましたね。多分おそらく次は函館に使ってきたら内訳もう少し押して出してくるんじゃないかなと思いますね。まあ、1008に使うのか、もう少し距離を短くしてくるのかね、なんとも言えないところなんですけど。そして10レースのトゥーテイルズは、まあ、前に行ったんですが早めに潰されてしまいましたね。これは着外でした。まあ、というわけで今日武豊騎手2勝でしたね。まあ、でも複数が土曜日に複数勝ちした翌日はあまり成績が良くないというジンクスがあるんですが、明日も複数勝ちを期待したいですね。まあ、ドーデュースとあともう1頭なんか勝ってほしいなと思いますね。まあ、3頭勝てればねなお良しなんですけども、まあ、なかなかそうはいかないだろうなと思うんですけど。さて日曜京都は武豊騎手4クラ、5レースの新馬戦に福永雄一厩舎の期待の良血が登録していたんですが、枠順確定前に回避してしまいました。明日は1レースからですね。ダート 1400m 牝馬限定のエピファドールですね。エピファドールは石橋守厩舎の、馬主がインゼルレーシングですね。父エピファネイアの、母がエルパンドール、母の父がネオユリバースですね。武豊騎手は継続騎乗で4戦目ですね。連続して4戦ですね。京都ダート1004は3度目ですね。1レースの勝率が高い武豊騎手で3度目の正直といきたいところですね。調教は中間2本で、先週半路で4波論54秒3、3波論38秒3、1波論12秒0。今週も半路で 4波論54秒と。5月の4日が前走で少し間隔が開いて、調教の時計だけ見ると4波論52秒台も出してるだけに、まあ、ここは人叩きして直線の長い新潟かなという感じもするんですけども、まあ、外枠に入って明日雨予報なんで、芝も経験してますし、湿ったザートはこの馬に合うんじゃないかなと思いますね。ただちょっと多頭数と、まあ、調教過程がまあ今一つということで強く押せない部分もあって、まあ、単勝1000円だけ買っとこうかなと思いますね。一つ飛んで3レース3歳未勝利ザート 1200m、日曜日は、まあ、ドーデュース以外の3戦は全て未勝利戦ですね。マックスセレナーデ。マックスセレナーデは牝馬の3歳で、橋口慎介厩舎の、馬主がフィールドレーシング、父がドゥラメンテ、母の父がアンブライドソングですね。こちらも継続騎乗で4戦目ですね。短距離短縮をして2戦目になりますね。フィアロードールと同じような臨戦過程ですね。前走は4着でしたが、これまで上がり3波論40秒以上かかっていた馬が、まあ、1000人になって36秒4とね、しっかり伸びてきたのは好印象かなと思いますね。調教は中2周で半路で2本、半路で2本割れてますね。時計は4波論58秒フラット、まあ、自己ベストで51秒台のある馬なんで、
まあ、2月3月4月5月6月とコンスタントに使われてきてるんで、まあ、大幅な馬体減がなければ、まあ、前走以上に走れるんじゃないかなと思いますね。まあ、今回15頭立て、まあ、ここもちょっと頭数が多くて、まあ、最内のルメールの大勢アレスが多分2元って、多分この馬が人気になると思うんですけど、まあ、多分これが勝つんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、なんか仕掛けて流れが速くなって大勢アレスを、まあ、潰れるようであれば、まあ、これも突き抜ける可能性があるかなと思うんですけど、まあ、馬券は大勢アレスの馬連とワイドと、まあ、単勝じゃなくて副勝を抑えておこうかなと思いますね。で6レース3歳未勝利芝の 2200m 外回り宝塚記念と同じコースですね。まあ、インゼルレーシングの馬だけに、まあ、ドーデュースの予行練習にあてがった感じもしますね。まあ、カルディアオスの3歳ですね。友道安尾厩舎なんで、馬主がインゼルレーシング、父がブリック&モルタルの、母の父がルフース・トゥーベンですね。武豊騎手新馬戦に騎乗しますね。あの不良馬場のサンライズジパングが勝った若駒ステークスの日ですね。調教は先週武豊騎手を背にシーウッドでいっぱいに割れてますね。6ハロンから割れて81秒7、4ハロンも52秒5、3ハロン37秒3、1ハロン11秒7と結構時計はいいですね。まあ、追い切りはドーデュースとスパーリングで 1.1 秒先行して導入と、調子は良さそうですね。まあ、ここまでもフルゲートの18頭でちょっと買いづらいですね。あとこのレースにあのブラックライズもいますね。あの天皇賞秋で武豊騎手を蹴っ飛ばしたのですね。まあ、ここはまあ馬券というか、まあ、レースの相手にはならないと思うんですけど、ただなんかさすがになんかドーデュースの大一番にまたこの馬がいるのかっていうのはちょっと怖いですね。まあ、蹴られないように最新の注意で騎乗してほしいですね。今静岡サービスエリアで、この動画の編集をしております。結構雨が降ったり止んだりですね。結構さっき駿河湾沼津でだいぶ降ってたんだけど、静岡に入ってからはちょっと止んでますね今のところで。まあちょっと一休みしてすぐそこにドッグランがあるんで、まあ、ドッグランで遊ばせてまた京都へ向かおうかなと思いますね。ちょっと黒すぎたかんねということで、また頑張って京都に向かうと思います。明日は多分ちょっと犬のホテルに寄ってからなんで、1レースのピュアドールはどうかな、ちょっとギリギリかもしれないですね。なんとか間に合うように行きたいんですけど、多分駐車場、明日は京都競馬場の駐車場に止めずにですね、ペットホテルが6時半まで、ね、で、まあ、宝塚記念で6時半までにそこに着かないかもしれないですね。普通だったら20分ぐらいで着くところなんだけど、駐車場を出すのにすごい時間がかかるんで、まあ、ちょっとそこを考えて、おそらくちょっと電車で中所島の駐車場か、ちょっとその先の駐車場に止めようかなと思ってますね。でそこから電車で、京都競馬場まで行こうかなと。多分まあそうすれば多分まあ6時半まで過ぎることないので、前回天皇賞の時にそれで過ぎてなんかめちゃくちゃ取られたんだ。1万6000円ぐらいなんかそのビデオの延滞料みたいなの取られて、ビデオの延滞料もそこまで取られんぞぐらいの勢いの、しかも4匹いるんだね。なんか4匹それぞれに取られたんで、ちょっとまあそれはたまんねえなって思われて、頑張ってどっか間に合うところに止めていこうかなと思います。